皆さんお久しぶりです。実は受験終わっていた吉村です。まず第一に約2年間実況動画の更新を開けてしまって申し訳ないです。というわけで今回は私のことを忘れてしまった方と初見の方に向けて改めて自己紹介とこの空白の2年間にあったこと、そしてプロスピエス内での現状と今後の目標と投稿方針だけお話していこうかなと思います。それではぜひ最後までご覧ください。まずは改めて自己紹介というか、以前に動画でちゃんと自己紹介したことってなかったんですよね。私はラ・ヨシム、略してヨシムという名前でプロスピエス、ツイッター、そしてこの YouTube で活動しています。もともとこのチャンネルでチャンネルヨシムという名前で活動していましたが、故障を統一するためにラ・ヨシムにチャンネル名を変更しました。昔はゆっくり実況が中心でしたが、ゆっくりは編集が大変な割に視聴者からの評判が悪かったので、これからは生声中心で動画を作っていこうかなと思います。ちなみにメインチャンネルは桑瀬富士子という名前で野球や旅行関連の動画を投稿しています。概要欄にリンク貼っているのでよければご覧ください。プロ野球球団ではセ・リーグでは阪神、パ・リーグではロッテの兼任ファンで、どちらも同じくらい応援しています。阪神は岩田投手、ロッテは岡選手が推しです。大阪府内に住んでいるので京セラと甲子園によく出没します。今は18歳で受験生でしたが、受験は終わりました。受験生になるにあたっていろいろプロスピエス内のことを制限してたので、オーダーはめちゃくちゃ弱くなりましたが、昨年度の最後には無課金12球団オーダーで緑枠を取ったりしていました。この辺はまた次回でご紹介します。自己紹介はこれくらいでしょうか。そもそもなんで2年前に投稿が途切れてしまったかというと、主は編集の時間がかかっていて、その時間をもっと別のことに使ってみようと思い、高校2年の進級の時にメインチャンネルは投稿を続けながらも、このチャンネルと先日誤って消去してしまったサブチャンネルは活動休止という決断をしました。しかしその分の時間を結局プロスペースに使っており、そのまま例のウイルスの自粛期間に入り3年に進級したわけですが、ミキサーで爆死した時になぜか受験生の誇りみたいな何かに気づき、12球団勢から貯蓄税に転向して大学生になるまではプロスピエスから一旦距離を置くことを決断しました。それはアプリを消去するという選択肢もありましたが、エナジーや S ランクをたくさん貯めておいて大学生になってから使う方が勉強のやる気になると思いつき、とある具体的な目標を立てました。その目標のおかげで勉強時間の確保でき、特別推薦は倍率2倍の高校から志願できる枠から漏れてしまったんですけど、それでも一般推薦で見事第一志望校に行けることが決定しました。で、入学前教育とか説明とか書類とかいろいろあってバタバタしていたのですが、とりあえず一段落したので、こうして動画投稿を再開できるようになり今に至るわけです。さてさて、先日の通り今年度はプロスペースから距離を置いていた影響で、元無課金緑枠の見る影はなくなってしまいました。はい、今もリーグ8でまあなんとか昇格圏になりますけども、それでも貯蓄税になったおかげでずっと右上見えていたと思いますが、現状エナジー数は9776という無課金にしてはあまりに多すぎる数なのではないかなと思います。ちなみに私はあまりお金がないのでプレイ開始以降無課金をずっと貫いています。はい、こちら履歴でございます。今までこれは課金していなかったという証明にはなりませんけど、少なくとも今ある9776エナジーは全て、無償無課金のエナジーであるということはこれで証明できるかなと思います。ちなみにこちら、応援曲は買っております。はい、応援曲は、現状、購入しております。まあ応援歌は買ってますけど、エナジーは一度も買ったことないので、これからも無課金を自称させていただきますが、どうかその点だけはご了承ください。他にもですね、S ランクの選手も貯めておりますので、ミキサーにかけることのできる S ランク選手はなんと、はい、こんだけおりまして、数えてみたら65人いらっしゃいました。13回分、自チームミキサー13回分でございます。ストック経験値はこちら、999,999 とカンストしており、その他にもこちらのアイテムの方を見ていただきますと、試練チケットもカンスト、限界突破ポーチは21枚。試練アイテムもまあ目標にはまだ到達しないんですけども、かなりの数を集めることができていると思います。というか試練チケットとストック経験値がカンストしてるのも楽じゃないんですよね。というのも今プレゼントボックスは球場飯を今やってるのでストック経験値でいっぱいなんですけども、エナジーはこれ一括受け取りで受け取れるんですけども、試練チケットとストック経験値があると他のものが何も受け取れないんですよね。若干間引いたりとかしてるんですけども、その手間が意外と大変なんですよね。まあこれだけ無課金にしては大きすぎる資本を抱えていて、何を目指してプレイしているかというとこれです。はい、12球団税から貯蓄税になって最終的には純正税になるんですね。具体的な目標を立てるとなった際に、純正なら貯めたエナジーや
その他のものを効率よくかつ計算しやすく消費できるのではと思い、この目標を立てました。それにずっと純正はやってみたかったんですけども、こんな感じのきっかけがないと純正に踏み切るのも難しいなと思ったのもあります。で、いつの最強決定戦を目指しているかというと、2022年の3月の最強決定戦です。随分と先のことだなと思いかもしれませんが、私はこの目標を去年の6月ぐらいからずっと抱えているんですからね、かなり近づいてきてます。そういう私の、過去のですね、ロッテ純正の成績を見ていただきます。はい、前回のやつで2092という、何とも言えない、まあ過去最低位なんですね。過去最高位がこちら、530位と、それも中途半端な数字ですけども。で、現状のロッテ純正オーダーをお見せいたしますと、このようになっております。はい、なんせひどい。まだ8万もいってないはもちろん、7万5400社がございません。もうどの口でベスト100目指すって言ってんだって感じですけども、もともとはここからどれだけ強くできるかって気持ちで始めたんですけども、具体的な数字があった方がいいなと思ってベスト100という数字を設定したので、まあその辺はご了承ください。といっても、いくら無課金で昔12球団オーダーで緑枠を取ったからといっても、純正経験はほとんどないといっても過言ではありませんし、最近では純正ユーザーの方も本当に増えてきているので、ベスト100を取れる可能性はかなり低いんじゃないかなと思っています。今後は2022年3月までは無課金でロッテ純正ベスト100目指し実況シリーズを中心に、このチャンネルでは実況動画を投稿していくつもりですが、最新年度の選手を20人以上入れると発動する強力なコンボがあるんですけども、裏を返せば2020年度までの選手はオーダーに4人までしか入れられないということになります。このコンボは最低限発動させないとベスト100は難しいですし、そもそもベスト100を目指すなら全員最新年度がベースだと思うので、今シーズン中は特定の1人の S ランク選手を狙うことがないんですよ。落合さんも使う保証がないのでスルーしました。 S ランクの選手を狙うことがない、それすなわち実況するネタがなく更新頻度がかなり低いということです。それも2021シーズンが始まるまでは目立ったことって、称号用の A ランクを貯めたりミキサー用の選手を貯めたりすることぐらいしかできないんですよ。それは困るので、実況動画の投稿が空いてしまうときにはざっくり解説シリーズという解説動画を投稿していきます。このシリーズは今までプロスペースを4年近くプレイしてきて分かったことなどを解説していくシリーズです。年末年始暇だったのでもう6本完成しています。で、投稿者としての目標はとりあえず今シーズン中は週1更新です。主に実況動画は作れない週にはざっくり解説シリーズを投稿してきますので、よければ合わせてご覧ください。と、ここまでいろいろな話をしてきましたが、最終的に言いたかったことは、復活の挨拶、動画をサボっていた言い訳、今後の方針の予告です。なんだそれやって感じですけども、今後とも私、ヨシムをよろしくお願いします。というわけで、今日の動画はこんな感じだったんですけども、今後もいろいろ投稿していくので、まだチャンネル登録がお済みではない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。メインチャンネルにもいろいろな動画を投稿していますので、合わせてご覧ください。最近はウイルスの影響で、関東圏が緊急事態宣言になるなど大変で、先日の岩田選手も感染してしまうなど大変な状況ですが、一緒に頑張りましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。